9つ9日9色始まります。
カつく写真撮っておこう。撮ってどうすんだよ。いつか何らかの機会に脅しの道具として使えるかもしれない。クズだなお前。親の格も違いすぎるよね。アマかけるとか中二ネームつけちゃう両親に育てられたせいで私こんなんなんすよ。お前大体天と呼ばれるよな。空って呼ばせたいの普通の空でいいじゃんね。このうち絶対解明してやる。せめて漢字は変えてやる。天さんってあだ名つけられたりしてそう。あの漫画みたいに。さよなら天さん。え、何それ。知らん。世代の差を感じてムカついたので早く帰ってください。じゃあやることもなさそうなんで帰ります。ごめんなさい、ポーズとかそういうのはないです。私ただの会場案内ですので。ソラ、ちょっと待ってろ。すみません、非常時なので避難誘導に従っていただけますか。えみくん、ご協力ありがとうございます。あちらにお集まりください。平気か。ありがとう。いや俺もう帰るから。もう先。お疲れ様。何が？途中で帰っちゃって。一応クソフェスまだやってんじゃん。俺は神社の手伝い、九条と違って正式なスタッフじゃない。ああ、さつきちゃんに個人的に頼まれたってことね。そういうこと。お前はいいのか？せっかく遊びに来たのに。白蜜パフェってあったじゃん。地名と白蜜をかけたあれね。こんな小さいのに800円もした。味も普通だし、コンビニのスイーツの方がうまいし。楽しみにしてた自分を呪ったね。あれグッズもついてたの。近くにいた人にあげようとしたんだけど、一種いらねっすって言われた。おかしいな、参加者はアニメファンのはずなんだけどな。絶対赤字だぞあのフェス。え、ちょいちょいちょい、なんだよ。どこ行ったの。駅だよ。なんで。もう帰るだろ。帰るけど違うじゃん、家はあっちじゃん。俺の家っつうか俺の部屋はあっちだな。お前の家は一駅先だ。私もあそこに住みたい。無理、狭い。てかなんで兄やんだけ一人暮らししてるわけ。納得いかないんだけど。お前が一人部屋欲しいって毎日のようにダダこねて、お前にクソ甘いおとんとおかんが俺を家から追い出したからだ。俺帰るぞ。やだ、止めてよ。嫌だね。やだ。まっすぐ帰れよ。はい、わかりました。バイバイ。はい、バイバイ。え、何、帰らないの。帰る。お前が電車に乗り込んだらな。それまで俺はここを動かない。くっそ、全く信用されてない。はいはい、さようなら。
っしゃいませ。お一人様ですか？はい。お好きな席にどうぞ。お水をどうぞ。お決まりになりましたらお呼びください。はい。同じクラスになったね。これからよろしくね。すいません。あ、はい。お伺いします。ビーフカツレツのセットをライスで。はい、ビーフカツレツのセットをライスで。以上でよろしいですか？はい、かしこまりました。ありがとう。これ見覚えないかな。アクセ？多分髪飾りかな。神社に落ちていたの。落とし主を探していたのだけど見つからなくて。ああ、それで俺に？一緒だったでしょ。もしかしたらって思って。あ、彼女？あれ、一緒にいた。あ、違う違う、妹だよ。ごめんなさい、早とちりしちゃって。あいつもたまに髪につけてるけど多分違うな。どちらかといえば九条の方がこういうの持ってそうだ。そう？いつもつけてる。私と気が合いそうな人を探せば見つかるかな。かもな。ありがとう。ごめんなさい、時間取らせて。どういたしまして。見つからないなら先生に預けておくのもいいかもな。あ、そうね、それが良かったのかもしれない。自分で何とかしなきゃって思っちゃって。責任感強いな。フェスも九条が一番頑張ってたし。そんなことない、私は当日に少しお手伝いするだけだし。一番大変だったのは他のスタッフさん。あ、そうだ、あの時はありがとう。どの時？地震があった後、指示を聞いてくれなくて困ってて。余計なお世話かと思ったんだけどな。ううん、写真撮られるのも覚悟はしてたし、それも仕事ではあったんだけど。まあ恥ずかしいよな。ああ、そうね。実はかなり恥ずかしくて。だから新見くんがフォローしてくれてとっても嬉しかった。ありがとう。どういたしまして。学校の人って来てた？あ、どうだろう、見てないけど。そっか、着てるところ見られたら
ずかしいなって似合ってたかな。そう？ああ、いや、まあ、うん、似合ってたんじゃない？にしてもイベントの後にバイトって働きすぎだろ。すげえな。バイトといっても家業のお手伝いみたいなものだから。仕事は仕事だろ。お疲れ様。地震とか今日は大変だったな。そうね。新見くんもお疲れ様。いつもありがとう。いつも？お待たせしました。ビーフカツレツセットです。頼んでないぞ。コーラにプリンも。今日のお礼、嫌いだったら残してもいいから。ごゆっくりどうぞ。律儀だな。いただきます。ありがとうございました。ぬいぐるみ？じゃあな。